行動内の音響設備電気音響工学とは、音響学の学問分野の一部で、電気と音との変換理論やその機器を主に扱う工学である。電気音響学とも言う。電気と音との変換理論や、マイクロフォンや、スピーカーなどのトランスデューサーをはじめとした機器を主に扱う工学であり、アレクサンダー・グラハム・ベルによる電話の発明とともに放火した。記録、再生。 測定といった利便性から現在まで音響と電気の関係は密接であり、理論音響学をはじめ、音響学全体も電気音響工学とともに発展してきた。現在の音響学で扱われている機器、つまり電話、ラジオ、テレビ、レコードプレイヤー、テープレコーダー、覚醒装置、録音再生機器、翻訳装置などの音響装置、補聴器、電気聴診器。 電気楽器、電子楽器、騒音計などの測定装置、音響促進機、魚群探知機、超音波加工機、洗濯機など、さらに聴覚、音響心理学、音情論、機械振動論などの研究過程における計測、また、医療機器に至っても超音波検査など電気を利用した研究、実用が重ねられ、現在の音響学にとって欠かせない分野であり、 電気音響工学の範囲として取り扱われる。ありがとうございます。